どうも僕です。さあ今回は昭和の車大好きおじさんたちにはたまんない企画、大杉県になんとあの日本で最初にフォールオーターを作った職人、八代エンジニアリングの八代さんを連れてきちゃいました。というのも最近の大杉県さんって L 型用のデストリビューターを新規で製作したり、なんかもう古いものを現在の技術力でリメイクしたりして、時代の流れと逆行してでもまだまだガソリンエンジンでできることを追求していきたいそうです。その一環としてロータリーエンジンも取り扱い、日本の高い技術力を世界にお届けしたいとのことですが、そこでどうしても八代さんに会わせてほしいということになったんです。大杉県の地獄の商人出森さん、チーフエンジニアの富松さん、そして八代エンジニアリングの八代さん、今回は0を1にしてきたこの方々でロータリーエンジンの魅力についてお話ししていきたいと思います。それでは行ってみましょう。富山さん、今日はどえらい人を連れてきちゃいました。もう緊張しっぱなしです。ちょっと今変な汗が出てますカーボーイの中の人です。いやです、もうカーボーイの中の本当に今日楽しみでした。もうお話ができるというのは、OSG 県様に連れてきたなんて夢にも思ってませんでした。いや水森さん、ロータリー最近 OSG 県でもなんかそうなんやろうかなっていう、いろいろちょっとやってまして、まあ、八代さんとお話ができたので、いやこれ八代さん頼んだ方が話早いのかなというので、ちょっといろいろちょっとお話をしていきたいなというのがあります。っていうのがやっぱりどうしても今エンジンっていうものがなくなってきてますよね。当然ながらモーターでなったりとか、でもやっぱ僕らはやっぱりエンジンで育ってきた人間なので、うちはまあレシプロがメインではあるんですが、やっぱりこれからなくなってくるとなれば当然ながらロータリーもやってみたいなと。やっぱりロータリーエンジンで、まあ、僕素人ながらあの本当にロータリーエンジン触ったことないんですけど、一番の魅力ってやっぱ小気味良い音というか、そうですね、パーンと吹き上がる感じ、あとやっぱり軽量コンパクト、ハイパワー、これが魅力なんじゃないかなと思うんですけど、どうですか。正直ね、あんまりロータリーエンジンとあまりこう携わったことがないんですよね。得意料理では、まあ、じゃないですか。まあ、中学校の時にあの OS のロータリーをちょっと分解して、あ、これなったのか思ってから、あの M3 のキャップスクリーンですから、あれをまた閉めたぐらいの思い出が、すごいツッコミの声が来ます。その OS ってその OS、今でもロータリーエンジン軽量言われたけど結構思ったより軽くないんですよね。わりかし重たくて、まあ、小さいのは小さいんですけど、めちゃめちゃこう軽量とかじゃなくて、まあ、でも奥位置とかは考えれるので、だから結局ね、わりかしその小さかったので、RX7 なんかでもこうフロントミッドシップがやりやすかったですよね。考えてみれば中にいろんなものが詰まってますよね。小さいけど詰まってるから、空間が少ない、ね、そうですね、空間少ないですね、あれってね、あのローターってエキセント、まあ、同軸上にはあるけど違う、それぞれ違う回転するんですよね。だからおにぎりが1回転で、真ん中の軸は3回転です。だからエンジンが9000回転回ってる時はローター自身のこういう回転は3000回転なんですね。まあ、そこが魅力ではあるよな、意外と。それでもこのトロコイデューメンっていうのはやっぱり一周すると結構な距離ありますので、収束は多いか、あれだけのもんが行ってるから収束早いんですよ。収束早いな、確かに収束早いんですよ。あ、そりゃそうですよ。今日持ってきたけどアペックスシール見ると、しっかり熱がかかってるのはもう、分かりますからね。そうですね、まあ、アペックスが一番の問題でしたもんね、ロータリーマスクね。確かにね、潤滑できないしね。そうですね、まあ、そこまで高分子材料から牛の骨まで実験したっていうのを聞いたことあります。あ、そうそう、牛の骨、そうよ、そう、牛の骨、そうよ、本当よ、本当よ、これ。そうそう、今日はかなり、はい、あの脱線が期待される、はい、今のはロータリーの話ですよ、そうそう、一生懸命修正はしますけどでもほんまに彼が言ったように結局、あの中に結局傷がつくんで、要するに本当にいろんな素材を、もうあるとあらゆるものを使ったというのは事実 で最終的にカーボンが一番愛がいいっていう話になったんだけど、このターボになってきてメタル素材になってきたりとかセラミックになってるって話があって、実は今一生懸命僕も今研究中なんですよ。すごい、研究されてる、研究をしてて今ちょっといろんなものをアペックスシールの研究してまして、研究、アペックスシールっていうのは
なんぞやっていう、はい、なんぞや富山さんなんピストンにいましょう。そう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 、そうじゃない、今いや、それ言ったら、今、八代さんが、あ、違う、何ようなこいつという感じの顔がされました、はい、いわゆるピストンにいるけど、いや、そんなもんじゃないんですよね。そんなに変わらんっていや変わらんですよ、形が違うだけで、形が違うか、悪くないだけでね。あ、そうか、人間でもこう、張力やねんけど、押してますので。そうね、摩擦が意外と多いですね。摩擦が多いんだ。だから、あの、まっすぐなところを抑えるっていうのが難しいんですよね。なかなかね、ピストンリングはこう円形だから、うんうん、円形で張らすのができるけど、まっすぐ押さえつけるっていうのはやっぱりものすごく合わないんですよね。 R じゃないから。それ言ったらあれだが、あの、なあ、ね、NR のピストン、 NR のピストン、あの楕円ピストン、あれのストレートの部分は、うん、その昔はそのマツダはいろんな車種にロータリーエンジン乗せてたんですよね、うんうん。これはもう、バス、あったあったあった、マイクロバス、パークウェイロータリー26や、ね、あの26人乗りのマイクロバスね、ロータリーエンジン、ロータリーエンジン、マジですか。そう、ガソリンなんですか、うん、ガソリン、めちゃくちゃ燃費悪そうですね。燃費はちょっと悪そうな、うん、なんでしょうね。そう、それこそ普通の一般のファミリアとか、ファミリアがあったでしょ、うん、まあ、カペラ、カペラ、風のカペラ、カペラな、カペラ、直感サバンナ、ロードペーサー、ロードペーサー、ロードペーサー、コスモスポーツ、ね、コスモ、ロードペーサーもあったな。あれは 13A、 あの、あれは 13A はあのルーチェロータリー空で、あの前輪駆動の、うん、横ルーチェ、いや、エンジンは縦置きなんだけど、そうよ、前輪駆動があった。あれ、あれはなん、あれ、あれはな、もう僕もごめん、もうヤシロさんに言われるけど、あれな、エンジンの長さは短いんよ、 10A と同じ長さなん。あれ、幅を増やすことによって排気量を増やしてますもんね。 10A、12A、13B は幅ですよ、ね、60ミリ、70ミリ、80ミリ。そう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 。で、13A は違うよね。そう、変身量と調整半径が違う。おにぎりの、そうよね。あ、もうそれよ。おにぎりのこの、おにぎりを大きくしてる。まあ、全体が大きい。そう。それで排気量を増やしてる。それで増やしてる。だからあれが、ね、なんじゃかんじゃ言ってめちゃくちゃ語るじゃないですか。そういうのは知ってるんよ。そういうのは知ってるんよ。好きやから。で、エンジンの前後長は短いよ。うん、短いから10メートルじゃない、基本的には。ね、20ミリ短い。あ、それは。もっとかもしれない。うん、ですね。ね、10メートル同じ長さ。それは前輪駆動ですだから、短くしたかったっていうのと。でも、あれのために、マツダは、全部 13A の専用の工作機械を作ったからな。うん、工作機械、いや、そりゃそうだ、そりゃそうだ。いろいろ違いでいるからね。そう。13A のために、たまた、もう、うん、もう、それだけのために、うん、とんでもないことをしたよな、あれ。とんでもないよね、あれ。ね、でも作らんと作れんよね、あれは。作れん、そりゃ。作らんときに。だけどもう、ルーチェロータリークーペだけだ。うん、あ、だけなんだ。だけ、だけ。うん、だから当時、な、あれ、新車が170万でしょうたんじゃないかな、あれ。うん、それ当時で170万ですよね。昭和44年44年か、あれ43年があるのかな、うん、あのぐらい170万。大体の車は100万以下でしたよね。そ100万以下ですから。そりゃすごい。それはファミリーハロータリークーペとか80何万円とかやないかな。まあそれでも高いわ、うん、ね。そう。めちゃくちゃ高い。めちゃくちゃ高い。めちゃくちゃ高い。ぐらいスペシャリティー以下やったんや。そうね、なるほど。でも、このルーチェロータリークーペは好きで探しとんだけど、もう出てこない、うん。ないな。もう誰かサードトップ持ってる方、かっこいいですね。あの、富田区チャンネルに寄付したい方いましたら。ぜひこちらまで。よろしく。ごめん。ところで。はいはいはい。そのロータリーエンジンって、まあまあ、あの今で言うと多分分かりやすいところで言うと RX7。ただもう高い。めちゃくちゃ高いです。めちゃくちゃ高いロータリーは。うん、遊びようがねえ。いや、もう本当。いや、昔は3なんかも安かったんですけどね。あれ、3、ね、安かったんですよ。安かったよね、もうね。でも、FC も安かったとか、ね。あ、まあ、FC は安い。ね、FB がもう、FB がバーンと上がっちゃって、うん、FC は結構取り残されてたのに、うん、FC が上がって、ついでに上がって。ね、うん、もう SA はこう数がねえしね。そうなんですね。RX3 のキャッチフレーズなんでしたっけ。3は、直感サバンナ。直感サバンナ。SA22 の時は、あれ、EFI ですか？キャブですか？初期はキャブか。初期はキャブ。途中から肉じゃなかったね。ね、一緒に OS のスタッフで、まあまあまあ、新車で持たれてるだけなんですよ。もう新車で買ったりしてるの？はい、ガンも買うし、新車からも持って、うん、まだ走行2万キロっすよ。すごいね。ほんで、当時のあの、イメージカラーのマッハグリーンの。うんマハグリーンって言われたでしょあれマハグリーンな、はい、マハグリーンかどうか知らんけどあマハグリーンそうそう甘がマハグリーンそうそうそうねもうおっちゃんがいますよね、はい、新車から持ってるでしょうかねちょっとメタリック入ったそう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 
ちょっと光ですね。ね、アレックスでもいいですね。あの SA はな、後ろの感じはかっこいいですね。かっこいい。なんかこうね、こうガラスもね。そう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 。スポイラーのちょびっとした感じと、うんうん、あれかっこいいな、あれも欲しいなと思うんですけど、あれは 12A なんですよね。12A ってもういろんな部品が正廃なんですよね。あ、もうないみたいよ。ロンダ部品は全然ないらしい。ないんだ。だから強者は 13B を5ミリずつ削って、うん、ああ廃棄を、あ、そうか、そういうことか。それはいかんことはないわな。それはそう、やらないことはない。あ、ですわね。っていう人もいるみたい、うん、どうしても直したい人はね。あ、なるほど。あとアメリカで探せば、アメリカの SA に石は 13B だったんで。あ、そうなんですね。そう、廃棄室か、廃棄室のやつだ。そうなんですね。になったのかな、はい、だから名前が FB3S よね。ああ、 FB、SA じゃなくて FB さん。めちゃくちゃ豆知識知ってるじゃないですか。いや、そんなことないらしい。いやいや、なんかもう昨日覚えましたよ感じ。いや、違う違う。なんで今世に残ってるのは松田だけなんですかね。その昔はなかったんですか、ね、いや、でも結局はあの車でしたらそうかもしれないけど、うんうん、オートバイは鈴木が作ってたり、海外でもバンビーンのがあったり、バンビーンっていうオートバイがあったり、うん、それヤンマーもずっと仙台駅でロータリーエンジン動かしてたりしたんですよ。ヤンマーだね、うん、ヤンマーディーゼル。当時 NS から東京買ったのがマツダと、ヤンマーと鈴木か、そうですね、うん、でちゃんとまあ車で動かしたのがマツダでっていうのと、マツダがまあこんなん言っていいけど、まあまあいろんな文献に書いてあるからあれだけど、マツダは要するにその時に実はトヨタが他のところにもうパテントを許さないって言ったもんだから、うん、要するにマツダしかロータリー動かせてないって話だよね。それがあって、マツダ包囲網いうのがあって、マツダ包囲網、知りません、マツダ包囲網っていうのがあって、言っていいの？これこのニヤニヤしてる感じ、もう知ってるからもう言いたくてしょうがないんで、言いたくてしょうがない。はい、言っていいのかな。いつもの社長に腹道を。じゃあもう、え、もう説明はどうぞ。富永先生どうぞ。こちらだけ。いや、まあそうなんですよ。いや、僕はちょっと言えないから、そっちは。まあそういうことでしょう。ね。いやいや、もうそうそれがあって、売ってくれなかったから、マツダを歯抜けにしようって言って、マツダの車を高く取らないって、みんな他のメーカーがやったので、マツダの車がちょっと安いっていう話になった時代がある。もう当時の人に聞いたら、半年落ちのマツダももう2万円でぐらいしか取らんって言ったね。あ、トヨタ締め出しだ、締め出しでもう、なるほど、そんなことしてたんですね、うん、いやでも、うん、あのあれやっぱり僕らも技術やってたら、うん、パイナンスは分かるよ、その気持ちは、うん、これであれだけね、もう本当に辛い思いをして、あのロータリーエンジン、うん、NSU から特許はそれは買ったと思うけど、うん、正直な、実際回したらもうまともに回るような知るもんじゃなかったと思うんだよね。と思いますね、うん、そう、あの文献見る限り、そうそう、ね、それはやっとると思う、うん、そう、だからやっぱりあれだけ一生懸命開発してんで、当時工作機関も全部特許で固めたんやな、松田、うんうんうん、で当時その日産もロータリーやりたかったし、トヨタもやりたかったし、日産もそうやけど、やっぱりね、もうプライドがあったんやと思う、もう出さんかったんや、やっぱり、うん、そうね、もう貸さなかったんやと思う、特許を貸したり売ったりしなかったんだろうね、うん、そう、やっぱり意地があったから、もうそこは、うん、通常特許とはいえ、うん、お金払いは使えますもんね。そう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 、使用料、うん、特許使用料、うん、だから基本特許は、うん、そのまあ向こうの NS が持ってるんだけど、その付随特許が周辺特許とかがいっぱいあったんで、機械とかの工作機関も全部取った、そういうものも全部抑えちゃったもんだからっていうところですよね。ああ、でちょうどあの、うん、まあ、排ガス規制があっちゃって、うんうん、パワーが落ちないといけない、車のパワーがもう全部落ちちゃいますよっていう時に、実際マツダのロータリーはパワーを残したままいけるとか、うん、その時にあの、まあね、サーマルリアクター方式って言って空気を入れてもう一回燃やして、うんうん、あの触媒の代わりにね、そうそうそう、うん、エアポンプがあって、そうそう、そこに送るんですよ。だからマスキー法をちゃんとクリアしたのは CVCC とあのサーマルリアクターのあれだったもん ね、うん、そうだね、ロータリーだけだったんで。だけどこれはこうでもあれよ、僕は思うけどあの法律っていうのは日本の法律よ、結局人間が作ってるが、うん、だからそこでトヨタだ日産だとかロータリーを作ってたら、絶対今でもロータリーエンジンが生き残ってるように法律が変わってたと思うよ。あ、そうだよね、うん、あると思うから、ね、こんなこと言っちゃもうまたまずいんでしょうけど、うん、でもやっぱりやってて思う、それはやっぱりね、うん、で法律の方もやっぱり今言ったように、そのレシプロ換算っていうのがあるじゃないですか、ロータリーの場合は。そうそうそう、今言ったように排気量で考えると、うん、1200とか1300が2リッターと同じような形になってしまうじゃないですか、うん、そうですね、でもこれターボだったら関係ないですからね。
そうターボはだってターボ換算ないじゃないですか。うん、あそうです、ね。2リッターにターボをつけたからといって、うん、2.8 リッターならないけど、うんうんうん、もうローターの場合はそこもそこで切られてしまってるっていうのがあって。これはちょっと闇を感じますね。闇を感じるっていうか、まあまあそれがもう歴史ですからね。歴史なんで、ね、しょうがないわ。うんそれもそのマツダ包囲網的なものの一環なんですか、ね、まあいうかもうそれだけのパワーがあるっていう話では出してたので、あそれやっぱり脅威だったなと思うよ、うん、それはあれ何言う 2A っていうエンジンがあったのかな、試作機ワンローターのねマツダが、あそれだったらほなでももう軽音業界がもう猛反対してから、それやったら、うんうんうん、それはもうパワーがあって腕も分かってるわ、ね、で排気量360だったら360だけど全然違うわけだからな、そりゃそうでしょ、換算がこれはもうむちゃくちゃ走るわ、毎回転爆発の方細分ですから、ね、そういうことよ、ね、それはもうむちゃくちゃだよ、うん、それはもう、うん、どっかで動かしてるわけですから、ほんでコンパクトやもん、それは軽量に乗せれるわ、もう全然そう乗せれる乗せれる、ね、それはシャンテの 12A のケットがいっぱいあったもんね当時ね、ね、そうそれぐらいなんだから、それがあったら結構こういろんな歴史が変わってたかもしれないですよね。だからそういうことかもしれないね。やっぱりそこまでやってたら。うん、それとやっぱり僕らレシピと違って導弁系がないので、うん、そこら辺ロスだとか、導弁系、プラグ、バルブ、バルブがないので、バルブヘッド、もう2で動いてるので、そこら辺がね。部品点数が少ない。部品点数少ないね。すごく少ない。うん、なんか調整するのって、シールだけ。ほんとシールだけ。なるほど。ええ、あとメタルクリアランスとか言ったって別にレシプロと変わらないしね、うんうん、ええ、まあ C で言うのはカムに相当する部分がポートの開閉時期だけ、うん、ああそうだね、まあそれそれ、ね、それが肝だろうね、でもそれが肝だから ね、うん、まあ、13B にしてもローターもハウジングもその昔から変わってないですね、ほとんど、うん、ほとんど変わってませんね、ほとんど変わってないですね、変わってないですね、もうじゃあその時点で完成品になってたってことなんですかね、そういうことになりますね、ハウジングも、うん、ポートとかちょっとそういうな形状の形の違いはあっても、うんうんうん、ローターが若干今そういう圧縮と、うん、重さもうちょっとやっぱり軽くしてきてはいますけど、なんかニコルってのね、なんか、うん、そうですね、ね、それぐらいで、あとは見た感じそんな、うん、ローターハウジングの中のメッキでも変わらないしね、うんまあ、昔と、まあ初期の 10A はな、アルミになってたりとかがあったけどね、うんはい、それこそさっきのね、サイド、うん、はいはい、サイド、はい、ね、だけどまあ変わってないですよね、今変わってないね、変わってないですよね、全然変わってない、基本的にもうあれしかできないような形ですよね、正直今言って出てきた NSU の本当に最初の特許なんかって言って、うん、もう回らないとしか思えないもんね、うんうん、足がないような、 NSU もあんまりその知られてないだろうけど1964年ぐらいかな、うん、ドイツの、なんとかいう車をベースに、うん、500cc のワンローターの車を市販してるよ、うん、NSU が、うんうん、あそうなんだ、うん、NSU としては NSU って何ですか、ドイツの、ドイツの、うん、あそういうメーカーなんですね、メーカーがあったんだ、あ結局最初にアウディに吸収されるんだけど、だけど僕は思うんだけどな、あの NSU というメーカーはおそらくあの時特許をあて、まあ、ロータリーエンジンを考えて、特許を売って、うん、それで儲けて、うん、それで飯を食ってたメーカーじゃないかと思うとか、特許がしなり特許を売るなりして、特許を売りして、でもそれ言い出してね、今の愛知県の某大手自動車メーカーになってすごい特許出てますよ。ああ、まあそうだね、そうだね。ちょっと分かんないけど。そう、まあ、でも実際彼が言うのは、まあ、その他のものを売ってやるするよりは、製品よりはどっちかよりはそっちの方がと。ね、まあ、某あっちのところは製品も作られてるので。製品作ってるからな。それは全然違う意味が、そうよね。そうよね。物を作る、現物をね。そう。うん、そうやな。そのだからあれよ、500cc の, ワンローターだったのかな、あれ、うん、NSU の、バンケルスパイダーっていう名前だったのかな、リアエンジンの、うん、そうそう、うん、あれ多分かバンケルローターでもな、実際バンケルローター当時50馬力だったのかな、うん、500cc のワンローター、うん、で50馬力ペリフェラルポートになってたと、もと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 がペリーなの、うん、多分ペリーや最初からRX500? あのマツダの今、1台ぐらいたまに YouTube で出る、うん、あの未来のような車でしょ、あれ、10A のペリポートですよ。あ、ペリなんだ。あれペリポート。あー。そう。で、あれはまだ、今みたいにちょっと、トロコイド面のメッキが、あんまし
よくなかった、うん、今ほどよくないので、あ、よくないんだね。で、なんかするとすぐ剥がれたりなんかしてね、うん、ちょっと修理したことありますもん、あれ、うん、あ、そうなん、そうなんですよ、うわ、すげえ、あ、今、未だに、あれ、ね、刻印打てればよかったですね、あーですね、サイン入れてくれなかったね、僕もそういうやつは大体裏に書いておくんやん、それ言っちゃって、壊れませんよみたいな、大丈夫ですか、それ言っちゃって、いや、多分ですね、ここだけの話にしておいてください、あ、そうな、これからしかな、いろいろあんねそうですね、これね、そのバンケルスパイダーって僕富山さんから言われて調べたんですけど、結局バンケル博士っていう人がそのロータリーを考えたってことなんですよね。でそこからその NSU ってとこが特許を作ったってことなんですよね。バンケル博士がそれは特許を取ってて、取って、うん、バンケル博士の会社ではないかな、違うではない、経営者別のような、違うね、あ、そうか、技術屋がな、技術屋が経営はでき、うん、やっぱり、うん、それはやっぱり経営者がうまいんがおるんよって、その辺考えるのがね、うん、ちょっとね、それはもう地獄の商人、あ、それか、それか、そうね、地獄の商人、それはもう 別のね、スキルですね、はい、で、出村さんはそのポーロータの液栓を作りたいってことなんですか。作りたいんですよ。やっぱりどうしても今これからね、まあ、今ちょっと学びもしましたけど、要するにエンジンがなくなっていくっていうところでですね、やっぱり僕らはやっぱりエンジン残していきたいんですよ、来年期間っていうものを、やっぱりモーター、やっぱりその電池っていうのになってくるんだけど、やっぱ僕たちはもうずっとエンジンで来たので、やっぱエンジンという歴史を残したいんですよ。そう考えてくると、まあ、うちはレシプロの方はやってると思うし、エンジンも作ってるので、ある程度できてるとは思うんですよ。でやっぱり今になってやっぱりロータリーができないかって話をよく聞いてこられて、でやっぱり今の部品がオーストラリアでほとんど作ってるんですよ、部品を。だからみんなその作ってる人がなんでなのと、日本で作って日本でこう栄えたロータリーエンジンなのに、なんでそのオーストラリアから買ってこないといかんのだというのが言われて、ほんでいや、ほんならうちも作ろうかという話でちょっと考え出して、いろんなものを見ながらやってたんだけど、だからちょっと本当に八代さんにお会いして話をしたら、やっぱりその最初はごめんなさい、僕たちとしてはそのこのエンジン屋さんだと思ってたんだけど、逆に話をしたら、ものづくり屋さんだって、すごい話があって、この人にやってもらいたいなっていうのがものすごくあって、実は今日も、僕は今日の話としては、今日夜はちょっと口説かないといけないなと思って。おじさんが俺さんを口説く。俺大変だ、これは夜。ちょっと口説かないといけない。実は OS 意見って実はあの、まあ、TC やってるんですが、うん、もう富山さんよく知ってますが、実は TC 作った時にやっぱりライバルになったのはロータリーエンジンだけだったんですよ。あ、その昔ってことですか。その昔、まあ、ストリート04が、まあ、言ってもいいと思うんですけど、うんうん、うちの先代がやってた頃は、うんうん、要するにもうごめんなさい、どこのレシピを持ってきてこて もううちの TC に勝てるやつはなかったんですよ、うん、で唯一ついてこれるのがロータリーとそれからオートバイだったという話があったね、うんうんうん、だからそれしか相手しませんよみたいな。変方さんが言ってましたね。あ、そうそうそう、あの CBX のロキドはな、うん、あれしかもういなかったよって、もう車で相手が もうあのロキドともうあの04ごっこしてたって言ったね、うんうん、とあとあれついてこれるのはロボ当時ロータリーだけだったんですよ、うん、岡山にいたんやな、ロータリーな、ロータリーだけだったね、そうそうそう、結構有名なファニーレーシングっていうところね、うん、そうなんだ。ジュニエだったんですか、それは。その頃ジュニエじゃな、だって 13B まで出てなかったと思う。ジュニエのターボだろうね、うんうん、あれもウェーバーのキャブつ、うん、そうだ ね、そうね、ウェーバーのターボやと思う、上にターボつけてね、上にターボつけて、そう、ね、48の IDA やつです ね、なんかこの間僕サードに行ってきたんですけど、サードがその昔12A のキャブターボのターボキットを作ってたって、うん、で資料も残ってたんですよ、うん、知ってますか？分かんないらしいですよ。そうか、 KKK のキットを使って、あのキャブを丸ごとこういうベルト箱じゃないですか、そうデッキ箱に、デッキ箱キャブ、はいはいはい、クルーじゃあるわな、うん、だからまあいいとこなんですが、今週はここまで。次回はいよいよポーローターのお話です。OS 技研と八代エンジニアリングのコラボエンジンが誕生するのか、チャンネル登録して待っててください。それではまた。